米子城の航空写真米子城は鳥取県米子市久米町にあった日本の城、久米城、港山城とも言う。江戸時代初期は米子藩の藩庁であった。城跡は国の史跡に指定されている。戦国時代の飯山にあった米子城についても併記する。米子城には戦国時代の飯山に営まれた鳥居でと。 港山を中心に営まれた金星城郭がある。江戸時代初期には、法規国一国を支配した中村氏による与那御藩の藩長となり、その後鳥取藩の市場となった。戦国期には、飯山の頂上に南北約85メートル、東西約35メートルの車を構え、東と北にのずらずみで高さ2メートル前後の石垣を各2段設けていた。 門が三箇所あり、現在は作閉されているが、南が一段高く、建物の痕跡があったという。江戸期には、港山に新たに築かれ、山頂の本丸、北側の中原に二の丸、その下に三の丸を置き、戦国期に、与那子城の四角であった飯山は、出丸として利用された。与え天守と与え矢倉、三十棟の矢倉と二十棟の門が建てられ、 領域の周囲に回した堀には海水を引き入れていた。昭和26年に都市計画法により、港山公園の一部となった。平成18年1月26日、国の史跡に指定された。ただし、飯山と港山が別の山と認識されたのは、後世の話で、中世には一つの山に付けられた別名が、飯山、港山であったとする考えもある。 標高90メートルの港山と、峰続きの丸山、港山と隣接する飯山のそれぞれ、山頂部と山麓部に車が設けられた。鉄五門関天守台副天守台のボディー氏が空き、ありがとうございます。